Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале RetroPlay, меня зовут Александр, и сегодня мы поиграем в игрушку Fuga Melodies of Steel. И всем приятного просмотра! Thank you.
アクスはガスコの首都パレシアへ向けて進撃するその工程でタラスクスの試運転を兼ねガスコを駐輪している。タラスクスの通った後には炎が走り、瓦礫の山が築かれていく。 バナルガンドの内部にコアを設置するためタラスクスの速度を上げる。さてどう行きましょう。了解。 行くよ。 やってやるか。 Meow, 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 meow.
А то она слишком наня. ないな。悪くないな。 なんだこれ。 任せてほしいのです。 手を貸すぞ。信じて。うん、できたわ。これでいい？ する？信じて。手伝おうか。
なるほど。さて。パレシアから響いてくる激しい揺れと轟音がタラニスの中にいる子供たちの。ねえねえ。絶望的な顔をした子供たちの視線がパレシアとラジオからは。ジャンヌと名乗ったタラニスの人工知能が絶叫にも似た歓喜の声を来たわ、ついに。バナルガンドを目覚めさせるためガスコをベルマン帝国に襲わせた。遥かなる時を超え目覚めるか、バナルガンド。これまで命を懸けて戦ってきたのは何のため？バナルガンド、貴様を殺すために私の道具。行こうぜ。よし、行こう。やっちゃうよ。お前らはおしまいだ。
聞いた。突然、ラジオの声はノイズと共に途絶えてしまった。それに代わるように、今度はあの光る少女が浮かび上がった。光る少女の姿と雰囲気は少し大人びていた。彼女もまたラジオの声と同じくジャンヌと名乗り、子供だ。何？うっそー！何なのです？よく聞いて。お願い。まあそうだね。ああ、それは。そうね。子供たちにジャンヌの長い説明のすべてを理解することは難しかったが、バナルガンドを倒して平和を取り戻す覚悟を決めた子供たちは、決戦の地となるであろうパレシアへタラニスを走らせ。やれやれ。やるしかない。ええ、行きましょう。みんなを助ける。見つけたよ。
から。やってやるか。くせー、終わったな。やってやるか。これでいいだろう。なんだ？
ありがとう。まあそうだな。あのさ。いや。大きく育てよ。Thank you.
スは首都パレシアのすぐ近くまでたどり着いたが、地中で眠っていたバナルガンドが立ち上がろうとして、大地は大きく隆起し、そこに巨大な山が、山の地面はところどころ剥がれ、バナルガンドの体表や足のようなものがはっきりと見える。進めながら、ジャンヌはこれからの作戦内容よく聞いて。止めることはできない。
諦めないぞ。僕らの勝ちだよ。
任せて。Ah!
けだ。バナルガンドはその獅子を大地に突き立て、巨大な釜、そしてガスコ全体を見渡すように首を振ると、大きく顎を開いて大地が悲鳴を上げ、まるで血が噴き出すかのように火柱のカーテンが立ち、かつてない衝撃に大地が割れた。割れた大地の裂け目からプラズマ放電で輝く雲海が垣間見える。それはガスコの浮遊大陸を分断するほどの衝撃だったのだ。タラニスは振り落とされないように擬態を食い込ませながら、動きを止めたバナルガンドの背中にパレシアを走っている。後から集結しタラニスの動きを察したガスコ軍が送るもの、バナルガンド戦車前に。やった。確かに、くっそー、俺
Thank you.
約通りなのです。
気をつけて。心配しないで、平気なのです。平気平気。わかります。進みましょう。バナルガンド内部への潜入に成功したタラニスを。よく聞いて。行こう。僕がやるよ。
緒にやろう。できたよ。これでいい？バナルガンド内部の開けた空間にたどり着いた。空間の奥にはタラスクスがバナルガンド内部と融合するように一体化していた。
Ha 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 ha!
任せて。
ジャンヌが重い口調で子供たちに。ジャンヌの次の言葉を待たずに、子供たちが力強く答え。僕は長男だから。お兄ちゃん、大丈夫よ。まあそうだね。子供たちがこの場に不釣り合いなほど。それでは。タラニスをチェックしたジャンヌが驚いたように。そんな。何？
バダルガンドの苛烈な攻撃により、すでに大陸はいくつもの島々に分断、バダルガンドがいるパレシアもまた大陸から隔離されるように分断され、それだけ孤立した。そのバダルガンドの体を突然一つ、バダルガンドは糸の切れた人形のように力を失い、ゆっくりと倒れない。崩れた体は次々と眼下の雲海へと落下し消えていく。かろうじて落下せずにいたバダルガンドの胴体がかつてパレシアのあった浮島の一つに残った。その胴体に開いた大穴の奥から鈍い金属音がかすかに響いてきた。その数刻後、帝国軍の飛行船を奪ったガスコ軍がパレシア跡の捜索に。視線の先には崩れたバダルガンドの胴体とその傍らで、いいな、やったうん、ほっほっほ、よし、やっさん、侵攻作戦の総大将を失ったベルマン帝国軍は、浮島軍となったガスコの人々の生活はベルマン帝国軍から得た飛行船の技術で一変することとなり、大陸が崩壊し、戦争の傷が心身ともに深く刻まれた人々の間、近づいてくる飛行船に手を振る子供たちの後ろでタラニスに寄り添っていたジャンヌが、それでは、ノイズとともにジャンヌは静かに消えていった。頼もしい子供たちの背中も。白く小さい
に花ひとつひだまりに咲いて、優しい心思い出す安らぐひととき、残酷な運命も変わる未来信じて、見捨てた幸せは両手でそっと包む、あなたに輝いてる星を知っている大地が裂け浮島軍となったガスコの北部、そこは英雄となった子供たちをまとめた非通詩会の少年に敬意を込めて、後にシェパルドという名で呼ばれることとなる。そこでは新たな歴史が刻まれ、数々の冒険が繰り広げられていくのだが、それはまた別の